セルゲイ・ウバーロフ、セルゲイ・セミオーノビチ・ウバーロフは、ロシアの古典学者、政治家である、モスクワに生まれた。当時、権力を持っていたラズモフスキー家の娘と結婚することにより、ロシアのエカチェリーナ二世の長身となった。古代イギリシャ文学や考古学に関する多くの著作を行い、ヨーロッパで高い評価を得た。保守的な思想の持ち主であったが、 アレクサンダー・フォン・フンボルト、アンヌ・ルイーズ・ジェルメーヌド、スタール、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテ、シャルル・ジョゼフ・ドリーニュ、ニコライカ・カラムジン、バシー・リージュ・ジコーフスキーらと交際した。1811年から1822年の間、サンクト・ペテルブルクで研究を行った。1832年に教育副大臣に任命され、1833年に義理の父親の後を継いで、 教育大臣に任命され、1849年まで、務めた。上流階級出身でない人々の教育の機会を、制限し、大学や高校に対する政府のコントロールを強める、などの施策を行ったが、ロシアの科学者の海外派遣を再開するなど、教育の質の向上に功績を残した。1811年に、ロシア科学アカデミーの会員に選ばれ、 1818 18年から死ぬまでアカデミーの会長を務めた。鉱物コレクターだったことが縁となり、鉱物、ハイクロムザクロ石に命名された。彼の息子アレクセイ・ウバーロフは、ロシア考古学会とモスクワの国立歴史博物館の創立者の一人である。ありがとうございます。